宇治二子山古墳宇治古墳群一宇治古墳群は京都府に分布する古墳群。2018年10月15日国史跡に指定された。南と西を宇治川、東を第五山地に隠された地域にある。現在宇治川は宇治橋から下流で北西から北に流れ山品川と合流するが豊臣秀吉による大閤庭の築堤以前はいくつもの流れに、 分流していたと見られる。宇治川の都下店は宇治に置かれ、宇治橋が架けられるなど、交通上の要衝として重要な役割を果たしてきた。宇治古墳群は、第五山地から発する丘陵及および、戦場地上に立地する五期の古墳からなる古墳群である。五期の古墳のうち、双子山北墳、双子山南墳、双子塚古墳の三基が国史跡に指定されている。 古墳群の築造は、直径46.5メートルの円墳である、観音山古墳の築造に始まる。断築と吹石を持ち、埋葬施設は縦穴式石室である。出土遺物は確認しておらず詳細は不明だが、古墳時代前期と考えられる。観音山古墳に続き、中期前用に、二子山古墳北墳が、中期紅葉には、二子山古墳南墳が築造された。 続いて、古墳の築造は、五箇所築へと移り、中期後用に、変わらず塚古墳が築造された。直径30メートルの円墳で、吹き石と埴輪を持ちに二段築成をなす。現存する地割りから、集合の存在が想定される。出来角と木管寺仮層の二基の埋葬施設が上下に設置されており、洞窟港から多津へ形込同製品やガラス玉。 鉄属などが出土している。後期前用には、古墳群中唯一の大型前方後円墳である、双子塚古墳が築造された。古代交通の要衝として、重要な役割を果たしてきた宇治川岸域に、古墳時代前期から後期紅葉にかけて築造された古墳群であり、前期の観論山古墳から、中期紅葉の河原塚古墳まで、 直径30から40メートル台の円墳が築造されたが、後期全容に突如として、当該時期の山城地域最大の前方公円墳で、ある双子塚古墳が築造された。こうした動向は、継続的に中小規模の円墳を築造していた地域勢力が、古墳時代における活気の一つである、後期全容に至り新たな古墳築造の展開を見せた事例と言える。これは、 地域的な動向と全国的な動向の関わりの一端を良好に示すもので、大和政権中枢と近在する地域の関係を知る上で重要である。ありがとうございます。